こんにちは、タッチャニです。いつものキャンピングカータッチャニんちのトムさんからお届けしております。今回は静岡県のエストレールに来ております。そうなんです、あの噂の赤いバイクのテストさせていただくために来てます。この M16 あるよって言ってくださった方が、いやいやテスト走行いいですよって言ってくださったんですよ。もう本当にありがとうございますね。走らせていただいて購入するかどうか決められるっていう大事なチャンスなので、しっかり今日はテストをしたいと思ってます。いや、実際に乗せてもらうことでタッチャニもみっちゃんもニコニコ顔になってしまったので、どんなことが起こったのか最後まで楽しみに見ていただけたら嬉しいです。やっぱもうちょい後ろに乗りたいね。あそこ、あ前出たよね。そうするとってことはやっぱりもうちょい縦だね。縦、うん、ここで乗ろうと思ったらクランクがちょい短い。やっぱりうん、もうちょい、あめちゃくちゃいいわ。いやブレーキないと怖いでももうちょっと後ろに乗れる。この位置ぐらい、うん、もうちょい引ける、そのぐらい。これ結構きつい。ハンドルがじゃあやっぱちょっと遠いかも。でも45ミリ、まあ距離感は合ってるね。でもちょっと手の位置がドンピシャ来ない。どうしたい？もうちょい鬼かな。それか方向立てるからけど、それでもう目いっぱい立ってる。まだ目いっぱいは立ててない。うん、何がギリ？いや、こう当たりそうなの。あ、フォークと干渉しちゃう？悪くなさそうだ。リアがめっちゃ軽いこのバイク。いやー、バイク組んでセッティング出してってやってたらあっという間に今日が終わってしまいました。というわけで美味しいご飯をいただいて、それから気持ちのいいお風呂に入って明日に備えようと思います。いやーすごい。ちょっとすいません、富士山バックに写真撮ってもいいでしょうか？さあ、それじゃあ M16 のまあシェイクダウンというかテストというか2日目になりました。今日はねハンドルバー周りもうちょっと仕上げてみたいなと思ってるんですよね。あとこの
ローターカバーいいですね。朝ごはん、ミニストップの当店炊き上げ、かしわ飯おにぎりです。これぐらいかな。いや、ちょっと気に入っちゃいました。うん、お、開け方がわからん。あ、多分違う。まあいいや、いただきます。おはようございます。じゃあお先します。さて、そしたら M16 のシェイクダウンです。どうかな、うまくいってほしいな。ポジションはね、悪くない感じなんだけどね。あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。あ、じゃあ。後ろが硬く感じて、でハンドルもちょっと高く感じるかなっていう感じ。嫌な感じではないんだけど、あ、これじゃ寝かすのか。立てるんだから、46。何の作業？あれが、あのポンプが入りすぎてんだと思う。なんか今乗ってた時やっぱり後輪伝えてなかった。今でしょ。これもポイント言ってみて。ちょっとシートを下げてきましたよ。あ、いけるな。Thank you.
おし、よくなってきた。すげー高いなこれちゃんとしたところじゃないからあれだけど、結構いいかもしれない。なんか後ろの感覚がしっかりある気がする。フェニックスよりもバイクが分かりやすいかな。後輪を振り出していく感覚があるバイクに仕上がってる。多分荷重してこう加速っていうのができてるんじゃないかなって思うけど、やっぱかっこいいね。だいぶ良くなってきた。ありがとう。昼ごはん。いやー、またまた柏飯セットですよ。な感じ。ふぅ。さて、どうなってますかね。いいポジションが出てると嬉しいんですが、あ、ジャストぐらい、ちょっと向こうでもいいかなって。今までの中ではベスト。いきます。全然ちょっと当ててる瞬間のところで止めてくれる。ハンドルが高い。これ問題ない。低くできんの。これできん。だからもうバーの種類変えるしかない。いやー、新たな赤いバイク、インテンス M16、 もしかしたらいい感じかもしれません。まあね、本当に今までたくさんのバイクたちがタチアニを支えてきてくれて、いろいろ教えてくれたんですよね。バーニング DH がすごい体に合って、 27.5 インチのバイクとしてはもうね、最高に完璧だったんですよ。そしてその次に乗ったインテンス M29、もう時代は29インチになると思って、前後29インチのバイクを購入して乗ったわけなんですけども、インテンスが教えてくれたのは29インチの速さ、それから VPP サスペンションの良さ、そしてリアセンターの長さが重要だってこと。その結果、買い直したコナのオペレーターは、今度はフロントセンター、いわゆるリーチのね、大事さをすごい教えてくれて、でもリーチの大事さだけじゃどうすることもできなくて、今度はサスペンションを変えることによって良くなるんではないかと乗ってみたフォービドンのドレッドノートがまたいろんなことを教えてくれて、でもやっぱりどうしても大きいバイクはダメなんだっていうこともね、ドレッドノートに突きつけられたわけですよ。その結果、乗ってみたピポットのフェニックスがリーチは合うようになったからすごいいいよってなったんですけど、今度はリーチだけではなくてスタックも大事なんだよっていうことをピポットが教えてくれて、その結果今たどり着いたのがこのインテンスの M16 です。スタックがね、合いそうなっていうところまで来てるので、もう少しハンドルバー周りを煮詰めたらかなり振り回せるバイクになるんではないかと思います。あの M29 に乗り換えた時のもう周りがびっくりするような速さをもう一度取り戻せたらいいな。
バーニング DH の時のあのガンガン振り回せる安心感のあるバイクの手応えをもう一度取り戻せたらいいなっていうところまで来てます。なのでこの M16 正式に購入させていただきます。提供してくださった方本当にありがとうございました。こいつと一緒にマスターズ世界選手権にチャレンジできたらいいな。次回はインテンス M16 でスロンパークに走りに行きました。ハンドルバー思い切って変えたりもしたのでどんな風になったか楽しみにしててください。これからもタチアニが60歳で世界一になったりその先も世界に挑戦していくために毎日取り組んでいることを動画にしていきます。ぜひチャンネルを登録してその先を見届けてください。いつも温かいコメントとか高評価ボタンとか大変励みになっております。ありがとうございます。またお目にかかりましょう。タチアニでした。バイバーイ。